徐々に徐々に本場所に向けてこう立ち合いも合わせていこうかなと思うんですけれども、毎週月曜日はべっぴんラジオは大相撲のコーナーがお送りしておりまして、もうこれも何年になりますかね、結構なるんですけれども、まあ、始めた頃はまだそんなに今ほどの人気やなかったような気するんですけれどもとか言ってちょっと偉そうに言ってみたりして、大相撲のお話をさせていただいてるんですけれども、まあ、年内の本場所は全部終わりまして今巡業中です。今は九州場所が終わった後ちょっとこうあったかいところね、九州のあたりを回って、その後また埼玉茨城というふうに回っていくんですけれども、次の本場所は1月までありませんのでしばらく、まあだけどね、お相撲さんっていうのはまあ前にも話したことありますけど、巡業ってあれバスで移動するんですよね。本場所は割とこう相撲列車みたいに新幹線でひょーっと行ったりするんですけど、巡業ってもうほぼ毎日のようにどこかで相撲を取ってるんですよ。その間はもうバスで、もう腰痛めてる人とかもどっかこう怪我してる人だらけですのに、やっぱ大変らしいですよ。そやと思いますわ。私らみたいな達者なもんでもね、長い長距離バスとか乗ったらもう腰痛いな思うんですからね。まあそんな巡業の今最中なんですけれども、9日熊本の合志市というんですかね、ここで行われてたんですが、今年年間59勝を挙げた力士、これが年間最多勝を挙げた力士です。年間最多勝、相撲は1場所15日間、それが6場所あります。ですから年間で全部勝ったら90勝なんですけれども、今年の年間最多勝は59勝を挙げました。誰を思います？大関の栃ノ心なんだそうです。ちょっとへーと思いますよね。あ、そうかみたいな思ったりしたんですけど、私はで、まあ、栃ノ心はですね、調子は良くないけど順調に来ているというふうに語っているんだそうです。で、初めてのこの年間最多勝ですねという質問に、そら嬉しいよと喜びを込めて語っていたんだそうです。ですが前半の3場所で37勝、まあ、これはいいですよね、10勝以上してますよね、どれもね。後半の3場所これが22勝だったそうです。これね、普通単純に22を3場所ですから3で割ったら1場所7勝ぐらいですかみたいなことになりますから、これはちょっといただけない感じです。稽古と場所はやっぱり違うところがあったと本人も反省していたそうですけれども、さあ年を明けて初場所です、まあ、両国国技館で1月に始まります初場所なんですが、この初場所は今年は昨年初めて優勝を飾ったのが栃ノ心でした。初場所でした。ですからまあこういうのはやっぱり験がいいなって本人も覚えてると思うんですけれども、何も考えないでやることをやるというふうに語ってるそうですけれども、やっぱりなんかこうメンテナンスとか、なんやったら本場所の方、両国の方が東京に帰ってきた時の方がやっぱ生活のリズムとかも楽なんかもしれませんしね、その人によって違うとは思いますけれども、まあ、初場所は自分にとっても、まあ、記憶にすごく残っている場所ですから、頑張ると気合が入っているんだそうですけれども、この年間最多勝を挙げるというのはやっぱり1年を通して活躍したお相撲さんですから、その年の顔と言える力士が今まで手にしてきました。少し前の朝日新聞からちょっとお話しさせていただきますと、過去60年間で最多勝力士の平均勝ち星というのは 73.2 だそうです。だいたい年間最多勝を取る人はそれに比べて59ですから、だいぶ低いっていうのが分かりますよね。ちなみに最多獲得者、年間最多勝最多獲得者は9年連続を含む10回獲得している横綱白鵬。もう白鵬のすごいのはもうびっくりしますね。2009年と2010年は86勝してるんです。全部勝って90勝ですよ。だから1年に4つしか負けてないんですよ。そんな年が2年続いたんですね、白鵬。すごいですね。すごいなと思うんですけれども、ね、まあ去年は2017年は白鵬がやっぱり年間最多勝を取ってるんですけれども、一場所休んでます。です56勝しか挙げてませんけども、これ年間最多勝でした。ちなみに2016年は稀勢の里の69勝でした、まあ、70勝に届いてはいないんですけれども、こんな感じなんですね。でこの年間最多勝を取っている人たちの数字が低くなる時期っていうのは、総じて横綱の衰えと次世代力士の台頭、これが絡み合ってきた兆しでもあるんだそうです、過去を見ると。
もう私もこの記事を読んでへーと思ったんですけど、まず最初が1968年69年、この時代は大宝柏戸の時代でした。大宝柏戸の成績がこう下がってきたなっていうタイミングで、68年は大関の玉の島後の玉の海が69勝を挙げて、次の年は大関当時大関の北の富士が63勝で最多勝に輝いた。でこの2人はその後横綱に上がってます。次のタイミングは91年と92年、この年すごいですよ。千代の富士、朝日富士、大野国、北東海、4人横綱いましたこの時。でもこの2年間で91年92年で全員が引退しました。で91年は大関霧島が年間最多勝、92年はすごいですね、当時20歳の貴花田が60勝で最多勝です。でもその勢いのまま全盛期へバーッと向かうわけですね。ちょうど入れ替わりの時期だったんですね。もう一回あります。もう一回は貴乃花武蔵丸の現役終盤と、モンゴル出身の朝青龍が連覇した2002年2003年、このタイミングなんだそうです。やっぱこう入れ替わる時期と年間最多勝っていうか下がってくるっていうのはこうリンクしていくんですね。まあ、今まで平成生まれって言うたら大関の高安が必ず名前が挙がっていたんですけれども、結局こうね九州場所も優勝できないまんまです。優勝したことないんです、まだ28歳になりました。次世代のエースって言われてるのが25歳の御嶽海だそうです。まあ、今年ね名古屋場所で初優勝を果たしましたけれども、結局大関や大関や言われたんですが、大関には年内にはなれませんでした。今三横綱は30歳代になっています。この三横綱を追い落とすのは誰なんでしょうね。22歳の、まあ、この間優勝しました貴景勝なんか、いやもっと下の世代にいるのかこれは分かりませんけれども、もうもしかしたら、まあ、私はねやっぱり強い横綱が強いよっていう、若い人たち勢いのいいのもの壁になってるよっていうのみんなすっごい好きなんですけれども、やっぱりこう元気な若い人がなんて言うんですかね、取り切ってる、もう怖いもんないねん、勝っても負けてもええねん、もう向かっていくねんっていう、そういう相撲見せてくれるのももちろんやっぱり楽しいですよね。たくさん若い人上がってきました。この団子状態を抜け出して次の時代のスター、次の時代の大関横綱になるのは一体誰なのか、なんか混沌としてますけれどもね、初場所がどんな風な場所になるのかまだもうちょっと先です。初場所は1月13日が初日です。待ち遠しいですね。以上、はっきよい残ったでした。